ご用ですか？私、りょうくんとの子供ができました。何黙ってんのあんた。お姉さんに言われたから仕方なく一緒にいるだけなんでしょ。てめえみてえなやつが逆らってんじゃねえ。言えって。家族だから必要としてくれてるって思えればそれだけで嬉しいでしょ。子供は？つまりセックスをしていただけませんか？俺は姉ちゃんの望むように生きないといけないんだから。私気にしなくていいって言ったよね。私のことなんか。だって卵産めないのにここにいてもらってもただお金がかかるだけじゃないですか。だったらあの子たちは何のために今まで頑張ってきたんですか？ニワトリにそんな感情なんかねえや。一緒だよ私たちと。